ブルイエールは、フランス北部、ブラン、テスト地域圏、ボージュ圏のコミューンである。ボージュ山脈中にあり、エピナルからサンディエイコールデイコールボーへ向かう街道の中間地点に位置している。街の近郊には分水海があり、北側はモルターニュ川水系、南側はボローニュ川水系である。ブルイエールは、6世紀から人が居住し始め、10世紀に、 ドレーヌ公国の一部となり、城塞が建造された。ブルゴーニュ戦争の際、1475年に、ブルゴーニュ公国によって占領されているが、翌1476年に解放されている。1766年に、ドレーヌ公国がフランスに併合されたことにより、フランス領となった。第二次世界大戦中の1944年10月には、 ブリュエールの戦いが行われ、日系アメリカ人2世部隊であるアメリカ陸軍第442連隊戦闘団とドイツ国防軍の間で戦闘が行われた。ドイツ軍はブリュエール周辺にある4つのコーチに捕類を築いており、米軍はそれぞれ A コーチ、B コーチ、C コーチ、D コーチと名付けていた。10月15日朝、 エピナルから移動してきた第442連隊。戦闘団はコーチへの攻撃を開始し、英光地の攻略には、第442連隊戦闘団、第100不評大隊が当たったものの、ドイツ軍の機関銃陣地によって、進軍を阻まれた。最終的に、第100不評大隊が、英光地を占領するのは10月18日早朝の、ことで、100人以上のドイツ兵が捕虜となった。 10月21日、第442連隊戦闘団は引き続き、C コーチを占領した。しかし、第36不評師団師団長、ジョン・アーネスト・ダールキスト少将の命令により、C コーチから撤退させられ、その間に、C コーチは、ドイツ軍によって、再占領された。そのため、後に、C コーチを奪回する際に不必要な犠牲を出している。 10月22日、ダールキストの命令により、第442連隊戦闘団は、ビフォンテーヌ東方で孤立した第36不評師団、第141不評連隊第1大隊を救出するため、ブルイエールを離れた。この戦闘で、第100不評大隊は2度目の大統領部隊勘定を授与された。ブルイエールは、この戦闘で5000発の砲弾が撃ち込まれ、 町の大部分が破壊された。さらに、砲弾によって、一体の樹木に銃弾が入り込み、商品価値がなくなってしまったため、林業も戦後長い間中断せざるを得なくなった。しかし、戦争で破壊された建物は、以前の姿に復旧され、ブリュイエールの解放を記念して、町の通りの一つは442部隊通りと、名付けられた。 2001年には戦没者慰霊式典が行われ、第442連隊戦闘団の元兵士たちが、ブリュイエールに招待されて、パレードに参加している。ありがとうございます。